JR 名松線が走る三重県津市の三杉地域、松阪市と名張市の間の山々に囲まれたのどかな地域です。そんな町にあるホテル三杉リゾート、広々とした浴室内に置かれた樽のようなデザインの浴槽、注がれるのは温泉になんと黒ビールです。ここにビールサーバーが設置されています。でここから一定間隔で生のクラフトビールが注ぎ込まれてくる。ビールがまず炭酸を含んでいるということと、そしてホップが抗菌効果というのがありますので、お肌にはいいって言えるんじゃないかなというふうに思っています。お客さんも大変好評で、国内外問わずすごく面白いっていただける。一風変わったこのビール風呂を仕掛けたのは社長の中川祐樹さん。クラフトビールを敷地内の工場で作るなど、ホテルとしては珍しい取り組みをしていますが、その狙いは集客だけではないんです。名松線を活性化させようっていうような協議会も2つほど存在しますし、私も属していますし、もちろんそこに資源としてもやっぱ見直されてきてるっていう部分はあるかなっていう。当初名張と松阪を結ぶ計画だったことから、頭文字を取り名付けられた名松線。1935年に現在と同じ松阪から伊勢沖津までの 43.5 キロの区間が開通し、以来地域住民に欠かせない足として愛されてきました。しかし自家用車の普及や過疎化など、時代とともに利用者は減少。またたびたび災害にも被災し、2009年には台風18号による土砂崩れや地盤の陥没などで、伊江木駅から伊勢沖津駅までの区間が不通になりました。さらに関係自治体と、あるいはご利用になっているお客様のご理解を得るためのご提案をこれからしていこうと。 JR 東海は土砂崩れなど災害が発生しやすいため、この区間の運行をバスに変えたいと提案。廃線の危機に直面しました。立ち上がったのは沿線地域の住民だ。およそ11万人分の署名を集め、存続を求めました。その後県と津市が工事費用のうちおよそ12億円を負担するなどし、6年半ほどが経った2016年全面復旧しました。しかし先月、ローカル鉄道の在り方を議論する国交省の有識者会議が示したのは、赤字路線の存続と廃止についての提言。鉄道の輸送効率を表す輸送密度、1キロメートルあたりの1日の平均利用者数が1000人未満の線区について、存続か廃線か協議の対象とするというものでした。名松線の輸送密度は昨年度195人、 JR 東海の中で唯一1000人未満の路線です。廃線であるとか、あるいは転換、バス転換ということを予定している線区というのはございません。名松線は台風18号の影響でですね、被災をしまして、その時どうしようということで地元と協議をして復旧をして、そういう経緯があるので、当面は運行をしていこうというふうに考えております。
いいなと思いますよ。まずその話を聞いたときに、名城線は大丈夫かなという思いがありました。ひとまずは、安心をしています。名城線を守る会の会長、岸野孝夫さん。これまでの歴史が存続につながったことに胸をなで下ろしました。現在会員は美杉地域を中心に3300人余り。沿線の景観整備やイベントによる利用促進に取り組んでいて、先月のアマゴのつかみ取りには家族連れなどおよそ100人が2時間に1本の名勝線に乗って参加してくれました。不便を前提に考えていかないと、公共福祉という面からずっと存続もさせてほしいと思ってますし、地域の活性化も踏まえながら、歓待の精神で少しでも乗車数が増えていくような取り組みをしていきたいなと思ってます。名勝線からつながる観光資源を、美杉リゾートの中川さんも取り組みの幅を広げています。観光業に身を置くものとして、田舎の良さを知っていただく旅の導入部分としてはすごくいいものだなというふうに思ってますので、ぜひとも利用していただきたい。2019年から美杉地域の宿泊施設や農家などと協力し、田舎ならではの体験型のイベントや宿泊プランをプロデュース。新型コロナにも負けず、宿泊客は3年で3倍以上になり、名勝線で来る人も増えてきました。僕は地域の宝だと思ってますので、美杉の魅力資源の一つだと、日常利用だけを見たら多分名勝線だけじゃなくて、それはもうね、その採算合ってない路線ばっかりだとは思うんですけど、それまた別の観点というのを持って考えていただきたいなというのを思いますね。愛知県の三河湾をバックに走る赤い電車、風光明媚な路線は名鉄西尾蒲郡線です。1929年に開業。かつては愛知子どもの国などのレジャー施設に潮干狩りなどでにぎわいましたが、観光業の衰退などで利用者は激減。おととしまでの10年は毎年7億円以上の赤字が続いています。現時点では、蒲郡市からは、約1億円の支出をしておるところです。税金にはなりますけれども、やはり存続していく必要がある路線ではありますので、亡くなった時を考えるとまたそれはそれで別の対策が必要になってきたりはしますので、あることによって抑えられている費用等もあるのかなと感じております。2010年以降は西尾市と蒲郡市が毎年合わせて2億5000万円の支援金を支払うことで、2025年度までの存続が決まっていますが、ご覧の通りすごく味のある駅なんですけども、やはり老朽化が進んでまして、非常に惜しいところではありますけども、安全面とありまして解体するということが名鉄さんの方で決まりました。市としても、こういった待合所というものが必要だと思っておりますので、市の方で待合所を整備させていただきます。築73年の木造駅舎の西浦駅、この秋取り壊されますが、新たな駅舎の建設予定はないため、蒲郡市がおよそ3300万円をかけて待合所を建てることになりました。税金で存続する路線。すごいここ好きなんですよ。ちょうど今なんかも雲がこういう感じで出てて、夕焼けの時は本当に毎日違う感じだし、もう毎日乗ってても飽きなかったです。通学のために
毎朝毎晩電車に乗れるのかっていうのはもうちっちゃい時からずっと夢見てました。地元の蒲郡市からこの路線で名古屋の大学に通う朝比奈浩樹さん、現在沿線住民のグループに参加し市などに利用促進の提案もしています。幼い頃から西尾蒲郡線に乗って育った朝比奈さん、受けた影響は自身の将来にも及んでいました。大学ではこの蒲郡のあるべき交通の姿とかそういうのを研究したいなと思っていて、まちづくりというかそういうのに関わる学科にこの蒲郡線のことを考えながらそれを選んだので、それが実現できたらいいなって思ってます。利用者の減少や赤字、沿線住民の支えと思い、ローカル鉄道の進む先。